はい、1月5日、今年初めての日曜日、日頃より現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い、各所に強制を求めるとともに、市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車、見張り番東大阪、狼少年ならぬ狼親父の声、今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。連日、あの堀江門で有名な堀江さん、あのゴーン逃亡劇を細かく分解されておられますね。彼もね、堀の中にね、一度生活したことのある人物ですから、刑事裁判を受けたものでないと、そのね、司法のやり方、あり方ね、本当に身をもって体験したものでないとね、その実態はいくらね、本で読んだところでね、100分は一見にしかずということわざがありますね。100回ね、聞いてもね、1回体験したらそれがわかると。なかなかね、これはね、堀の中の体験というのはなかなかできませんね。ね、そして一度でも体験したものなら必ずわかるんですね。そして自分が刑事事件としてね、それを受けた身であればね、一般の人だから見たらね、私のような活動家ね、本当にね、そんなアホな、そんなバカなという形でね、拘束されるんですね。それはなぜかというとね、昨日も言いましたように、絶対正義はね、警察、検察なんですよね。そして裁判所、ね、我々のような一般人が正義であったらね、連中の唱える正義が成り立っていかないんですよね。そらそうですね。常に法があって、その法を遵守して、それを取り締まる側とね、その法はおかしいではないかね。我々がね、戦後74年間現在の日本国憲法はおかしいではないかね。どこがおかしいかね、まず私たち日本人の道徳心を崩壊させるような教育基本法なんですね。そして日教組や全教組といわれる日本教職員組合、全日本教職員組合、このような学校の、ね、教師が作った組合に加入されている、ね、連中の教育とはね、本当にこの連中らはね、よくに言われる、我々が右であれば連中は左左派なんですね。左翼と言われるね、学校の教師には左翼とは言いませんが、ね、昭和、ね、40年代、33年、35年、この時代からね、本当にね、私たち日本の和光度が活気があったんですね。吉につけ、悪しきにつけね、要するに思想、信条を持ってね、本当にみんな決起盛んに活動していってね、国家権力にね、異議申し立てて活動していたんですね。今どうですか。中国の香港がそうですね。そしてフランスね、そしてあのさまざまなところで、イギリスにしてもね、真っ二つにね、EU 脱退か
ね、残るか、ね、いや加入そのままかというね、国民が二分するような活動、大きく国が揺れている。そしてこの度のフランスでも、あのゴーン、ね、被告が日本から脱獄した、これを見て、ね、あの法遵守を唱えたフランスですね。要するに民主主義、ヨーロッパの民主主義とアメリカの民主主義はちょっと違うんですね。しかし、ね、一番最初に議会制度で民主主義を唱えた、ね、そして全世界に、ね、その議会が行われた時に、議長席から見て右側、左側、ね、右側に座った連中が右派、左が左派、ね、言ったら共産系や社会主義の、ね、思想、そして右は保守系というね、言われる民主主義の保守政党と言われるね、そういうふうにそれを傍聴していた、ね、全国の、ね、各国の特派員の記者が、ね、そのように発信した。ね、右翼席に座ったものを保守派、左に座ったのを左派、ね、反対派ですね、俗に言う。そしてそれに分かれて、今全世界がさまざまな、ね、自分の国に合った政治をしようとしているんですね。そういうところに、一番法律を遵守するはずのフランスのあのゴーンはフランス人であった。ね、フランスのパスポートも持っていた。ね、そうですね。ですから、この問題については、フランス国家は、ね、トーンダウンして、あまり発信しない。ね、いかなる国の法を破る民族を称賛しないのが当然ですね。法というものを施行して、そして民主主義社会において、ね、あのヨーロッパはフランスを中心にした法が施行されていたと。ね、しかし、よく考えてみてください。私たちのね、日本国ほどね、太古の昔、ね、五皇室が存在している、ね、紀元後期、今年2680年を歴史が刻んでおりますね。その時から私たち日本国はね、戦国時代であろうが、いつの時代であろうがね、その国民が対する職業のね、地位は必ず守られてきていた。ね、そして戦国時代が終焉を迎えた徳川、ね、この徳川時代になってからね、士農商工と言われるね、確立した、ね、法のもとに、その時代時代の法のもとにね、この自由に、ね、生活ができていたんですね。これは日本国っていうのは必ず一つの法ですぐにまとめることができた。それはなぜか。ね、国民は、教会がありませんから、境界線がありませんから、ね、地続きの境界がありませんから、島国ですね。そうした場合に、民族、ね、日本民族っていう、その島国で施行された、ね、法律を施行するにあたり、国民、すべてのものがその法に従って行動することができたわけなんですね。しかし、ね、あのヨーロッパ地続きで隣境界線で国境、ね、国境線があるところは、隣の町、ね、一つ山を越えたら違う、ね、要するに法律がある。しかし、その法は自分たちの国の法と隣の国のね、法が違うことを一番身近に感じるわけなんですね。自分の国の法があるにしても、隣の県の、ね、隣の国の法律はまた違うらしい。
興味津々自然と耳にすることができるわけなんですね。日本国は太古の昔からそうではありませんね。島国ですからね、よその国の法律がどんなものであるかね、国民はまた知る由もなかったわけなんですね。国交がありませんから、自分の国、一つの国ね。ですから民族精神っていうのものは島国ほどね、一つのものきちっとね、なったところが、私たち日本国はね、太古の昔から民主主義社会であったのではないのかな。ね、ですからね、火の元の国、火いずる国、火が出てね、東の国、日本国、そして韓国、中国へ火がね、沈んでいく。西の空へ沈んでいく。ね、こういうね、ところから、ね、私たち日本国のね、総祖神と言われる御皇室、ね、それを未だにね、崇めている民族など、世界に類のない日本国の歴史なんですね。そうした私たちがね、私たちのお父さん、お母さんですね。うちの親父も戦争に行っておりました。ね、18歳から戦争に行ったと言っておりました。ね、そしてそのおじいちゃん、おばあちゃんですね。明治時代からね、様々な戦いをして世界をね、あの大帝国、大ね、帝国ロシアのあのようなバカでかい日本の何十倍もあるような国とね、戦争して勝ってきた、ね、ロシアに、ソ連に、日本は一度も負けたことがないんですね。そうでしょ？ね、それなのに、ね、敗戦国となれば、ね、いまだに敵国条項、ね、これを日本、いまだに国連では、ね、国連に加入していても、ね、その承認国されていても、日本だけは、ね、敵国条項が取れない。ね、国が、全世界がそれを取ることをしない。なぜでしょうかね。皆さん考えたことがありますか？ね、あの世界、よく最近ね、昨日おとといですかね、イランのあの国防省のね、有名なソメイニのね、右腕である参謀長官ね、爆撃して殺害しましたね。イラクにいてそれをね、殺害した。今イラクがね、大きく動き出したとも新聞報道されていますね。どのように動き出したか。あのイラクはね、もともとフセイン大統領がおって、そこがね、核を持っている、ミサイルを持っていると言ってね、戦争起こりましたね。フセイン大統領殺害されましたね。しかし蓋を開けてみたところが核はなかったね、そういうことでしたね。そういう中東にまで行って世界一の虐殺国家っていうのはどこですかね。人類民族を一番殺害しているのがアメリカなんですね。米国ね、その米国ね、世界の警察と言われたあの米国が一番怖がっているのがこの日本国なんですね。日本国ではありません。私たち日本人を一番恐れているんですね。それはなぜですか？ね、大東亜大戦末期の頃、ね、一番恐れていたことを
体験したのがアメリカなんですね。米国の兵隊なんですね。どのような体験したか。ね。最後の決戦を挑んだ神風特別攻撃隊なんですね。アメリカにとってはまさかそんな作戦をね、行う人間がおるはずがないと思っていたらしいんですね。つまりね、用意万端、銃器が整っているアメリカの艦船に向かってね、自分たちはね、ほとんどね、軽装備でね、爆弾一個だけを積んで、その戦艦に向かって飛行機でね、矢玉が飛んでくる中をね、敵艦めがけてね、突撃していく。ね。さあ、下で応戦するね、アメリカ艦隊。ね。まさかそのね、自分たちがね、銃器満了にあってね、高射砲でその飛行機に向かって撃っているところにね、人間二人が乗ったね、ゼロ戦がね、突撃して、ね、急降下で突撃して飛び込んでくるようなことはね、戦争の中の想定以外のね、作戦だったわけなんですね。最後に自分たちの命を懸けてね、矢玉が矢のように飛んでくる中にも向かってね、日本人のね、18歳から25歳までのね、戦闘ゼロ戦に乗ったね、若男が、国を守るため、地域守るため、家族を守るため、国家国体を守るため、ね、突撃していったんですね。しかも、終戦間近、たった3ヶ月半前、4ヶ月前ですね、3ヶ月半前、4月の6日、ね、全国の、ね、陸海軍の、ね、ゼロ戦飛行機に乗った若男が、ね、667名ですよ、一斉に飛び立っていった日、ね、4月の6日、あの鶴田浩二の、ね、同期の桜の、ね、あれ流れるテープの中に、ね、鶴田浩二が喋っていますね。幸か不幸か、俺はまだ生きている。ね、このような、ね、本当にその精神を歌ったね、あの、全文の歌詞の通りに、4月6日に667名の若男がそのね、アメリカ海軍軍隊に対して突撃していった。その突撃のやり方がね、本当に勇敢だったんですね。ましてあの回転ね、広島の呉、ね、そして九州のね、大分のところにあった回転という歌ご存知ですか？ね、ミサイル、ね、これは飛行機に積むミサイルじゃないですね。魚雷ですね。船の中からね、一回その自分の上のハッチが閉まったら、中から開けることはできない。ね。その魚雷に乗って、敵艦めがけて、ね。飛び込んでいく。ね。そういう作戦をね、まさか、ね。アメリカ民族の考えでは、また世界全国の人類の考えでは、ね。絶対にやるはずがない、そういう作戦の思いもよらなかったことを、私たちの、ね、お父さん、お母さんの時代、
ね、多くの和光土が、ね、あの何回も流される学徒出陣、ね、昭和19年の学徒出陣、ね、頭の良い、ね、本当に和光土、ね、よく歴史を勉強したら勇敢で、ね、本当の勇敢で戦った人たちはね、ほとんどの人が、ね、日本国から日本国のために家族を守るため、国民を守るためにね、命を捨てられたんですね。しかし、ね、誰でもそういうね、戦争は恐ろしい、怖い。その怖いという心をね、飛び越えて、自分の歌にもありますね、軍歌にも。ね、自分の友が、ね、矢玉に倒れたと。ね、しかし、その屍に生きているね、友達をそこに残していかなければならない。ね、その気持ちであって、自分の友達がね、あの敵兵に矢玉で当てて戦死したならば自分がその敵を討ってやるというね、気概に燃えた。そういうね、正義心に燃えた人たちはみんな参加されたわけなんですね。英霊となられたわけなんですね。そして中にはね、怖いながらね、向こうに攻めてくる連中に鉄砲は撃つが、自分だけ隠れて顔を出さずにね、半分逃げ腰でなって怖い怖いって思った人たちだけがね、みんなとは言いませんが助かって生き残って帰ってこられているね、その人たちがね、戦争は恐ろしい、怖い。ね。二度と戦争はしない。誰もね、我々愛国者、団体、民族派でもね、誰一人として戦争などね、称賛する者はいてないんですね。しかし、アメリカは一度も自分の国で戦争したことがありませんね。私たち日本人、日本の軍隊が初めて、あの真珠湾攻撃、アメリカ本土から遥か何千キロ離れた、何万キロ離れたところのね、ハワイの真珠湾攻撃されただけで、その他はね、アメリカ本土で戦争など一度もしたことがありませんね。しかし何をありましたか。アメリカで戦争したのは西南の駅といってね、南と北軍が戦ったね、あのインディアンの、そうですね、インディアンの住んでいたところをね、占拠していって、そしてインディアンとね、民族を全部抹消していってね、今から40年ほど前ですが、いろんなアメリカ映画ほとんどそうでしたね。あのカウボーイがおってね、そういう形の映画ありましたね。その中においても、現在でもそうですね。アメリカほど地球上の人間、民族を殺害した、殺戮した国家はないんですね。そしてそのような国が私たち日本人のね、日本民族精神、これを一番怖がっているがためにね、こんな国のね、民族の道徳心、尊王心をね、解体しなければ、この日本民族というものはね、自分たちの手中に収めることは無理だ。ならば、精神的にね、この教え、道徳心を解体しなければならないと施行されているのが、現在の教育基本法なんですね。俗に言う愛国心をズタズタにして、ね、民族精神をズタズタにする、ね、そして、まやかしの自由、人権、平等、平和、このね、これを四文字を呪文のように唱えさせるような教育基本法、ね、私が学校の教師らと話するときに、ね、あなた方が、
ね、私たちの子供や孫に教えている、ね、あなた方が唱えている自由、人権、平等、平和、この4つは、あなた方はその本心を教えたことがありますか？ね、言葉で、綺麗事で、その裏が、ね、裏返しは何ですか？ね、それをきっちりと証言することが説明する、して、そして納得されさせることができますか？こう聞くんですね。当然できますって言われますね。ならば私の方からその自由、人権、平等、平和についてね、このね、イクオールを説明させてもらえますかと言って、私がちゃんとね、わかりやすく説明するんですね。それを聞いた教師、誰一人として反論する人がいないんですね。だから今の自由、人権、平等、平和っていうものはね、学校で教えるのはね、無意味な、要するに上辺だけで、その本心が全く違うことをね、隠して、学校の教師が私たち民族精神を解体する、愛国心をなくすね、自分たちの国の国家、君が代、国旗、日の丸を指定するね、このような教えていく、どうですか？私が言った通りにね、1月1日のあの企業団の駅伝ですね、群馬県で高崎市で行われたあの沿道で日の丸を振っている市民なんかほとんどおりませんね。そして2日から始まった、2日3日と行われたあの大学駅伝ですね、この沿道で日の丸を何本目にされましたか？今からね、自分たちのね、国の国旗を指定するな、そして自分たちのね、あの配っている旗、振っていたのはね、新聞社か放送局ね、そういうところの旗だけを沿道で配って振っていましたね。おかしいとは思いませんか？さあ、今年あるオリンピック、何の旗を振るんですか？ね？あの、39年に行われたオリンピックの時のね、白黒の映像を見てください。ね？ほとんどの人、国民が、すべての国民と言ってもいいほど、ね？日の丸を、ね？振っておられましたね。しかし現在の私たちの国民の手に日の丸がありませんね。そうでしょう。昨日ね、ちょっとお話しましたね。多くのね、人たちがお伊勢参りにお越しになっておられましたね、私も孫2人連れて、家内と4人でね、お伊勢参りに行ってきました。そうしたところね、1本ずつ日の丸のね、この小旗を持ってね、参道お参りに歩いて行ったわけなんですね。そして4人ですから1本ずつ持って5本持って行ったんですね、入り口まで。ね、ご存知のようにね、内宮、外宮ね、外宮の方にね、お参りするときに、あの太鼓橋を渡る手前の右側にね、詰め所があってね、警備員の方が3人ほど中でね、座っておられましたね。そういうところに私はね、5本1本ずつ持って行って、私が2本持って行ったものを、これを1本ね、行ったらすぐ警備員の方がね、前のガラス戸を開けられてね、と言われて、開けられた途端に私がこれ差し入れですと言ってね、これを1本渡したんですよ。皆さんね、にっこり笑ってね、ありがとうございますと言って受けられたんですね。
それほどね、誰一人としてこの日の丸の小旗ね、手にしていたものが誰一人としていなかったんですね。明治23年、柏原神宮が整備されて、ね、慣れた時の記録を見たらね、さあ、2月の11日の建国記念日ね、あの砂利道から参道ね、鳥居から中に本殿までね、行くまでの間にね、2万数千人の国民が2月の11日建国記念日の日にね、国民が2万数千人ですよ、すべての国民が日の丸を手にね、お参りしている映像がありますね。この日の丸をね、誰も掲げなくなった。しかし嬉しいことにね、私の家のね、ちょうどお家を出るとこにね、次の角のお家があるんですね。ここもお年寄りね、大方80歳近いね、ご夫婦で住んでおられます。そこのご主人がね、祝祭日にね、泊まりにあの1メートルね、角の日の丸を掲揚されていただいとるんですね。そしてもう一方ね、私のね、どこに木戸口と言いますが、出たところ左行ったね、道筋のところに100メートルもですかね、行ったところに一軒だけ必ず祝祭日にはね、日の丸を掲揚していただいている。私の場合ですと、ガレージのところにね、7メーターのポールを立てて365日24時間ね、日の丸掲揚したね、掲揚しておりますね。そしてね、出ていくところのね、道路の横に掲示板、コンパネ1枚の掲示板を貼っていますから、その両サイドにね、元旦の日から3日間これをね、両サイドに刺してね、新しい年を迎えたわけなんですね。しかしね、今世界情勢が本当にね、大きく揺れ動いてきましたね。私たちは3年前にね、トランプ大統領が当選した時に、本当に日本の愛国者団体、また思想主義者はね、愛国思想主義者はこれでね、日本もピリッとするであろう、アメリカがね、世界の警察だと言っていたね、だからあのトランプの過激な発言をするトランプ大統領になったらね、もっとアジア情勢取り巻くね、形もね、ピリッとするんではないかなと思っていたんですね。ところがこの3年間どうですかね。私がいつも怒っているのは、総理大臣が左胸にね、大臣のバッジの下にブルーリボンつけていますね。このブルーリボンね、これは拉致被害者、そしてね、救出を願う国民が願う気持ちで作ったバッジであることを国会議員は知らないんですね。ね、政治家は何をするのが責務ですか。ね、政治行政、国家国体の要ね、この政治家は拉致被害者を救うのが政治家の務めなんですね。
ということは、国軍を使ってでも自国の拉致被害者を救わなければならないという任務を忘れているんですね。総理大臣が筆頭になって願う気持ち、あの総理大臣は宗教家ですか？ね、総理大臣が願う、私はね、他の議員はいざ知らず、ね、総理大臣がね、あの拉致被害者の集会、東京でよくやられますね。何々会館で拉致被害者の集会が行われた。ね、1000人、2000人、800人、1000人、だん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 少なくなって、そこへ行って、安倍総理がね、拉致被害者を必ず救い出す、努力します。ね、何をやっていただきましたか？ね、まだあの、小泉大統領は、あ、大統領やね、当時の小泉総理は乗り込んでいって、ね、3家族8人を、ね、どのような形であれね、日本国へ、ね、連れて帰られた。ね、そして、その時に、一緒に行っていた安倍総理ですよ、現在の。ね、努力をされましたか？ね、この度の、ね、ゴーンの脱獄に対しても、ね、安倍総理は今何をこの2、3年間ね、国民に訴えておられますか？憲法改正、ね、自主憲法制定、憲法改正を行うと花火だけ打ち上げましたね。ならば、冷静に考えてみましょうか。ね、世論調査をしたときに、ね、40%、50%、ね、改正をしてほしい。ね、57%、ね、53%。このままでよい。ね、40%。ね、今は、ね、単なる統計医学でしか、その答えは出ておりませんね。しかし、憲法改正をね、唱えてからやってほしいというね、国民が反対というものよりもね、大勢いる。たとえ 10% でも憲法改正してほしい。このように願っているときにね、あのゴーン被告が日本国を脱獄した。このようなね、国家国体の法をないがしろにされているのに、それでも官房長官のあれですか？菅大臣に任して、定例記者会見ですか？こんな時にこそね、ああいう問題があった時に、安倍総理の姿、どのようなものが流されていました？ゴルフを楽しんでいるようなね、総理大臣のあれはね、マスコミがね、意図して流しているんですよ。それに周りの連中は気づかないんでしょうかね。私は独断と偏見で物事を見ますからね、自分たちの国家国体の要の法がね、一人のトガ人にね、馬鹿にされて、ね、侮辱されて、脱獄されて、そのような時にゴルフを楽しんでいた総理大臣の姿、国民の誰が見て、ああ、面白いなと思う人がおられますか？自分の大使が、ね、大使とは大きな志でね、大使が、総理大臣の大使が、憲法改正であれば、ここぞとばかりに来て、出てきて、国民に対して、ね、この度の失態は、今の日本の方で、ね、こういうところが
法的に整備されていない、これが日本国憲法であるがために、今度こそ本当の日本国憲法というのをね、ここで改正しなければね、今の憲法では、日本国憲法ではこういうことまでもきちっと整備ができないんですよ。だからちゃんとしたね、日本国憲法を改正したいんですよ。このようにして国民に訴えた時じゃなかったんかな。そしてもう一つ、私がね、注文をつけたいのはね、安倍総理大臣、昨日ね、伊勢神宮にお見えになっていないんですよね。何十年間も歴代の終戦以降ですよ、総理大臣が1月の4日には伊勢神宮のお参りに来るっていうのがね、これは総理大臣の常識になっていたんですね。しかしこの安倍総理は去年一昨年ですかね、3年ほど前にも4日に来ずに5日に自分の都合でね、今度は明日どうも参拝に帰るらしいんですね。民主党議員が昨日来ていたという新聞にも報道もされていましたね。自分がね、令和の式典に参列して万歳三唱までする人物が、民主党のような連中が先に伊勢神宮へお参りして、その後2日も遅れて総理大臣が自分の都合でね、明日お参りに行くそうですね。この人物はね、何とも感じていないんですね。令和天皇の前にいさり出て、そしてあのようなね、万歳三唱をやっておきながら、総祖神である伊勢神宮の参拝、左翼の連中らより遅く2日も遅れて参拝しに行く、国民の皆さん、何とも思いませんか。これが我が国の総理大臣なんですよ。ね。ああ、自由民主党の政権になって、ね。私たち日本国の国旗を、ね。ちぎり裂いて、日の丸を半分にちぎって、東京を作ったような民主党、ね。国旗を重んじる気持ちがないから、ああいう東京を平気で作るんですよ。ね、連中は国旗日の丸、国家君が代を反対唱えてる連中が先に伊勢神宮に昨日お参りに行った。2日も遅れて、何の用事があったか知りませんがね、要するに総祖神を奉り、そしてそれにね、礼を尽くしてお参りに行く。これが国家国体の要のいろはの意であることを、現在の安倍総理大臣、安倍晋三、ね、総理大臣は、本当にね、形だけのパフォーマンスなんですね。拉致被害者の願いのブルーリボンをつけて、総理大臣が願って物が買えるんですか？ね？物が叶えられるんですか？すべてアメリカのトランプ大統領。現在アメリカの状況はどうですか？
イラクに3000人の、ね、750人いてた、そこに3000人の造兵を結構している。ね、イランにとっては宣戦布告されているんですよ。このままで終わると思われますか？ね、その時に日本の総理大臣は今国会がないからといってテレビに出て、ね、何か発言されていますか？すべて、ね、自分では、ね、憲法改正を唱えておきながら、ね、国家国体を揺るがすような、ね、法を踏みにじられて、一人の男に、ね、脱獄されて、それでも国民の前に出てこない、これが総理大臣と思われますか？そして、伊勢神宮のお参りも、国旗日の丸、国家君がを否定するような輩が先に行って、二日も遅れて、それから総理大臣がお参りに行く。何かおかしいと思いませんか？ね、昨日ね、本当にね、愛国運動されているおられるね、本当の愛国者がね、私も行ってね、駅前でね、他の団体のね、同士が演説されているところに座って聞いてたところ、そのね、列車来られて、会長、堂村さん、日本は終わりましたな、と言われたんですね。同じ考えだったんですね。今日、安倍総理が伊勢神宮にお参りに来られるかなと思って来たのに、民主党の連中だけが来て、安倍総理2日遅れて6日に来られるらしい。なんかテレビでそれを言っていたらしいですね。そして流される安倍総理の姿はゴルフを楽しんでいるあの姿。そして中では私たち日本国の法の遵守、国民には守れ守れと言いながら一人のトガ人が日本国法をバカにして、司法をバカにして脱獄していた。これでも総理大臣出てきて何のコメントもしておりませんね。アメリカが、ね、イラクにいたフセインの、イランの、ね、国防大臣を狙撃して殺害しても、安倍総理、何の発言もしませんね。私たちが、ね、自由民主党政権になって、これであの、わけのわからない、ね、俺がと言っていた民主党から政権奪還した。今度こそね、10年前、民主党に政権取られた、その屈辱を味わった自民党が政権奪還したために、ね、今度こそはちゃんとやってくれるだろうと、期待を込めていたんですね。しかしおそらく、ね、古屋ののれんではありませんね。憲法改正をする、憲法改正をする。ようやくこの2年ほどで国民投票して決めようかって言っていたところに、このような大失態が、ね、日本の方を侮辱されても出てこない総理大臣って何でしょうかね。私のようなボンクラ頭ではね、理解できないんですね。しかも、民主党の輩からよりしてね、立憲民主党や、そうでしょ？そういうところが先に、ここ、箇所は、伊勢神宮をお参りにして、後からのこのこ2日も遅れて総理大臣がお参りにする。私たちね、愛国者にとってはね、本当にね、ああ、日本の国も、だから戦後教育を受けて育った連中が現在の政治家、国会議員になっているために
私いつも唱えていますね。危機感の欠落なんですよ。ね。天災地災は忘れた頃にやってくる。このような教えは何回も幼少の頃からおじいちゃんおばあちゃんにも教えられましたね。しかし人災があるっていうことを教えられた覚えがないんですね。今私たち日本国で起こっとることはほとんど8割9割がね人災なんですね。大雨が降って池が決壊して下の町がね濁流に飲み込まれた、これも私は人災だと思っているんですね。なぜならばね、宇宙ロケットね、あの悪用のねあれをね残されたね一節を思い出しますね。あの悪用っていうね作詞家はいろんなしね、本当に私たち日本人の心に残るような歌作詞をしておりましたね。その悪用氏がね、親が子、子が 親を殺す世の中でなんで今頃月に行く、この一生を残しておられるらしいんですね。ずしんときませんかね。親が子、子が親を殺す世の中でなんで今頃月に行く、大きな意味があると思いませんかね。池がある、大雨が降った、池が崩壊して下の村が全滅した、死人が20人30人出た、これ天災ですか。雨が降ったらその池の容量はどのくらいでね、ちゃんとしたね擁壁を作らなければ決壊する、ダムでもそうですね。人間の力ですから、最近のね皆さん、新しくねできた高速道路のねあの桁ですね、柱、昔にできた、例えば大阪ではね阪神高速道路ね3号神戸線ね、大阪から神戸の方へ向かって走っているね、阪神淡路大震災の時に倒壊しましたね。西宮、ね、芦屋、あのところの、ね、ところの阪神高速倒壊しましたね。その橋脚、橋の柱ですね。高速の柱、立ててある。それと、現在、新しく、開通された高速道路の下の柱、支える柱ですね。どれほど変わっているかね。今度、下を走られるときに、ね、例えば国道43号線、ね、大阪から神戸に行く、あの横に上をちょうど阪神高速が通っていますから、その桁、橋のね、支える支柱ですね。それと、ね、第二京阪といって、大阪市、大阪の門間から京都へね、京都の駅、ちょうど京都新幹線通る京都駅の真下にね、行く、そのところに第二京阪な、京阪というね、高速が通っています。その橋桁ですね、それを見比べてください。ね。おそらく、その、神戸に行く阪神高速の橋桁補強がされましたね、あれから。それの倍ぐらいのね、橋桁になっているんですね。一度被害に遭ったら、それにね、震度7、震度ね、7以上だったと言われる。それで倒壊した。ならば、それに耐えられる。当然そうですね。それをもとに、新しく高速道路の橋桁は作られている。それほど強靭な形で作られている。これが全て人が作るんですね。
そのため池でもそうですね。そして千曲川、ね、玉川が決壊した他の川、71の川で144箇所が決壊した。これ、人災ですよ。雨が降ったから決壊したんではないですよ。ね。昔の人は、そのくらいの雨が降っても、今から200年、300年前の人は、ね。堤防から堤防を見てください。ね。例えば大阪でしたら、ね。淀川、大和川、さらには、ね、京都でしたら、木津川、宇治川、桂川、川幅、堤防から堤防まで、どのくらいの広さがあるか、約300メーターあるんですよ。堤防から堤防まで。その中はどうなっていますか？多摩川でもそうでしょう。千曲川でもそうでしょう。日頃流れているのは、200メーター、300メーター、堤防から堤防まであるのに、日頃、水が流れているのは、ね、50メーターか100メーターしか流れていない。残りの200メーターは、ね、60数年間放置された、その流れ着いた、ね、土砂や砂や石で、ね、蓄積されたところを放置して、ね、市民が遊ぶところに作っている。野球場であり、ゴルフ場であり、さらには遊歩道であり。これが人災でなくして何ですか？ちゃんと、いつ大雨が降っても、川底を常に流れるだけの整備をしていたら、あのような決壊は半分以下に抑えられたんではなりませんかね？そう思いませんか？私は、今年、明日からですね、この問題、徹底的に、国土交通省、近畿整備局、局長に対して、ね、今、開示請求を行っております。そして、ね、国民が知りたいこと、私が知りたいこと、すべてのものを、今までのね、どの川に、どれだけの、ね、整備費用が、ね、市民の税金が、国民の税金が投入されてきたか、それをどのような管理をしていて、ね、あの流れてきた60数年間、砂利や砂や、ね、木々を放置して野原にしているではないか。大雨が降った時、水はどこを流れるんだ。水は上から高いところから下へ流れてくるはずだ。しかし、下に行けば行くほど流れるとこがないようにしておきながら、勝手に水を上を流れるのをして、ね、河川敷を整備せずに、土砂が2メートルも3メートルも積み重なったそれを放置していて、大雨が降ったら水が、川が流れるとこがない。だから上を流れてきた。そして土のうだけで作られていた堤防が決壊した。これ人災と思いませんか？私は天災とは思いません。ね。人災である。私はそのように感じてますね。ですから、ね、私たち政治家、ね、みんなそうですね。人災が一番多いんですよ。個人、人災とは、個人一人一人に家を一ぺてたら、家の中でもそうですね。私のような年寄りになったら、よく聞かれますね。家の中の畳のへり、敷居につまずいてこけた。ね。そして骨を折った。これ人災ですね。さあ、今日もいろいろね、ぼやいてまいりました。しかし、今年は徹底的にその人災の根拠を探ってまいりましょう。そして常日頃、常にその事実と真相の違いを広報する活動に邁進してまいります。こんばんは。ご清聴本当にありがとうございました。また明日お目にかかりましょう。おやすみなさい。